こんにちは、亀蔵です。おかげさまで登録者数が250人を超えました。ありがとうございます。こちらが草がめの産卵場です。90cm×90cm のFRP のタンクを、ぶった切ったものです。底の方は穴が開いているので、植木鉢みたいにですね、水が抜けていくような構造になっています。で、土の深さは30センチぐらいあります。草がめも産卵が始まって、今一生懸命穴掘りをしています。卵を回収するための皿です。ここに卵が出てきたのでできるとですね、大体こんな感じで固まって、ドーム状の巣穴の中にたくさん卵が入ってますので、もう指でどんどん取っていきます。この際にですね、一応上下は気にして、なるべく現在上になっている卵をそのまま上になるように取ります。縦型に出てくるやつも、傾きを見てこっちが上かなという感じで、管理するときにはもう横にしちゃいます。結構多産なタイプの草がめの卵ですね。今ちょっと餌を与えて血を引きます。さあ食べに行ってください。ちょっと続きいきます。これは食べられてます、ね、産卵中に多分石亀が食べたと思います。こんな感じで綺麗にですね、ドーム状に穴を掘っているので、空洞の中に卵が置いてあるような形で産んであったりします。これはもう白濁しているので、絶対に上下は変えないようにします。ただ白濁すると上の方から白濁することが多いので、かえってね、上が分かりやすい場合もあるんですけど、これが綺麗に帯状に白濁してると、ちょっと向きを間違えるとどっちが上だったか分からなくなってしまうので注意が必要です。で、だいたい産む場所がですね、みんな同じところを好むので、はい、またここにいっぱいあります。この場所も今年はよく産んである場所ですね。こんな感じで卵がいっぱいあります。このスコップでザクザクしてると、卵を間違えて出らないのかっていうと、一応プラスチック製のを使ってます。やっぱ鉄のはですね、一発当たったらまずサクッと卵が割れちゃうので、産んでそうな場所がこの辺りなんですけど、こんな感じで表面を、
とありました。これも綺麗に剥落しています。これは石亀っぽい感触ですね。石亀は卵の殻が、まあ、柔らかいんで、まあ、これが発生して順調にいくと膨らみます。クサガメと比べると石亀の卵は少し弾力があるというか、まあ柔らかいんですよね。クサガメの卵はすごい硬いです。まあ石亀もいるんで、もう石亀がね、エグイーターというか亀の卵を食べちゃうんでね、産んでる亀の後ろから頭突っ込んで食べちゃうんで、まあ、なかなか厄介なんですけど、まあ、正直ちょっとスペース上の問題でですね、今日もですね1クラッチ分食べられた形跡があったんですけど、回収した卵はこんな感じです。いつもどんな感じで卵を取ってるかを見てもらったんですけど、で今日石ガメが 1,2,3,4,5 個で、このクサガメが6、これもクサガメで 2,4,6,10 個、ニシロヤと12個、みんな白濁しているので有精卵だと思います。まあ、これは、まあ、人工的に管理しようと思います。で卵の管理は、まあ、以前ミスジドロガメの時にもやったようなやり方で、まあ、今回水苔で管理しようと思います。まあ、水を入れて、まあ、ぎゅーっと握って、水が滴り落ちなくなるぐらいの湿度と、まあ、よく言ってるんですけど、毎年ねやってるとだんだんですね、もう色とか、まあ、触った感じで、あもうこれでいいやみたいな感じで分かるようになります。で結構こんなぐじゃぐじゃの状態でも卵をポンと置いとくだけぐらいだったらそれでいけちゃう時もあるんですけど、やっぱ湿度が多いと卵がですねすんごい風船みたいにまん丸に膨らんじゃう時とかありまして、まあ膨らんだからダメってこともなくて、帰るは帰るんですけど、ちょっとした衝撃でねパンと破裂して中が結構派手に出てきちゃう時とかもあるので、ダメじゃないんですけど、自分は水苔をぎゅーっと絞って滴り落ちなくなるぐらいまでにして、いろんな人の家行くと管理してる状況を見させてもらうんですけど、えこんなにぐちゃぐちゃなの水多くないっていう思っちゃう人もいれば、あこんな変わった管理の仕方してるんだとかは結構あって、ね、人の増やしてる環境を見せてもらえるのは楽しいですね。こんな感じで並べてみました。まあ、水苔の上に卵を乗せた状態です。で、まあ、卵にはですね、まあ、自分が分かるような、まあ、日付だとか記号だとか、まあ、草亀だ石亀だということを、書いて、まあ、印にします。こう不意にね、例えば容器落としちゃったとか卵がひっくり返っちゃったっていう時にも、まあ、印がついてればそれを上にすれば、大丈夫と。でまあ、一時的にだったらですね、ひっくり返してもすぐにそれで死ぬということはないので、注意点として他の卵からベビーが帰るとそのベビーが潜るんですよね。だいたい水苔の底に潜っていくんで、その際に他の卵をひっくり返してしまうというような事故なんかもあるので、まあ、やっぱり印はですね何かしらつけた方がと思います。でまあ、あとはこんな感じで蓋をしようかなと。でこれですね、100均で買った入れ物です。蓋付きの入れ物でした。で蓋にねこんな感じでちょっと穴をドリルで開けて、まあ、部屋の暗い場所に置いて、孵化するのを待つという感じですね。もうだいぶ気温も上がってきたので、この卵は室内無加温、部屋の温度で返します。
これは2箇所ですね。もうちょっとでバッティングするところでした。バッティングしちゃうと最初に産んであった卵をですね、かき出されてしまうので、これはちょっと危なかったですね。まあ、たまたま産んだ場所がずれていたおかげで助かったみたいですけど、これはなんかミスジドロガメみたいなちっちゃい卵ですね。まあ、草ガメなんですけど、その横が普通のサイズの親個体が産んだ卵で、大きさがこんなに違いますね。やっぱりドーム状に産んであるんですよね。で、まあうまくね、上下で一番上の方と下の方で温度が違うので、まあ上の方がメスになりやすいんですかね。下の方がまあ温度は低いのでオスになりやすいか、ただまあこんだけ暑いとね、全部メスになっちゃう温度ですかね。で、ちょっと最近掘るのをサボってたので、こんなにありました。はい、ミクラチネですね、これが。はい、狙ったわけではないんですけど、ちょっとですね、多いですね。だいぶ卵を掘るのをサボりました。みんな白濁してるのが多いんですけど、まあなんか無精卵っぽいのもちらほらあります。もう大小様々、全部草ガメだと思います。で、こんな感じでですね、白濁してくれてると、もうそこを上にすればいいので、こういう白濁の仕方の卵は、管理がしやすいですね。でもね、時間経ってきちゃうとね、もう帯状になっちゃうんですけど、まあこれなんかはもうすぐ帰るんじゃないかということで、下の方がうっすらとヨークサックが赤くつけてるんですけど、白濁してないんで多分無精卵かと思うんですけど、産んだ直後かもしれないようなやつなんかは、まあ、光に照らすとですね、下の方なんか沈んでる方ありますね。これを下にします。まあ、なので、ひっくり返しちゃった時もですね、まあ、慌てずに、まあ、よく見て、まあ、光にね、つけさせると、もうこれなんかは血管が見えてますね。まあ、こちらを上にして、まあ、なんか中に入っててね、沈んでるものがある方を下にしてあげるといいと思います。数えたら卵60個。まあ、なんかね、台風が来てる影響で週末天気が崩れるということなので掘ってみたんですが、不精ですいませんという感じでした。はい、でこの卵なんですけど、25度から30度の範囲ぐらいでですね、2ヶ月半ぐらい管理するとこんな感じで可愛いベビーがわらわらと誕生してくる予定です。可愛いベビーがたくさん誕生してきましたら、またそんな動画をアップしようと思っているので、よかったらまた見てください。よろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。